政府が、新型コロナウイルス、特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置を、適用している東京都に、対し、緊急事態宣言を、発令する方向で調整に入ったことが、7日、分かった。複数の、政府関係者が明らかにした。23日に、開会式が行われる、東京五輪は、原則、無観客で、行われる公算が大きくなった。東京都に宣言が発令されれば、これで4回目となる。政府は現在、10都都道府県に対し、11日を、期限として重点措置を、適用している。千葉、神奈川、埼玉の首都圏、3県については、重点措置の期限を延長し、残りの、6都道府県については、解除する方向で検討している。緊急事態宣言が、発令されている沖縄県については、重点措置に移行する方向で調整している。詳しくははじめくんのブログへ。